うん、お客様、うーん、どうぞです。なんと私、ヤフーニュースに乗りました。ありがとうございます。いや、以前、あの、こういったね、週刊スパに僕のね、YouTube チャンネルが紹介、まあ、このお客様の日常チャンネルが紹介されたんですけど、それと全く同じ内容が書いてます。 えー、動画の説明欄にね載せておきますのでぜひともクリックして見てみてください、えー、今回チェックしていきましょうか無職系 YouTuber 年収300万円サレラリーマン時代より稼げ稼げている理由ちょっとまあこれに関してはいろいろね まあ内容がね短いのでちょっと勘違いされてる勘違いしちゃう可能性っていうのもありますのでそこも補足しながらね説明しようかなと思います。お金をかけない生活を追求する和弘氏現在は千葉郊外の移住住民のため20万円で購入したバンで車内生活を送ってるこれに関しては今、ちょっとね <laughs> 状態がガラッと変わってしまったんでとりあえず千葉県にはいつか行くんだけど最短で2021年の秋。 以降ですねそれまではまず北海道のこの家をもう何としてでもリフォームをして快適に進める環境にするのを最優先にしようと思いました。 うん、それが終わったらこの家をどうするかっていうのわ分からない僕の、まあ、最終避難所としてただ単純に置いとくか、えー、もしくは誰かに貸すか、まあ、そういったところをね検討していこうと思ってます、まあ、夏は北海道で冬は千葉に住むみたいなそんな感じの生活ができたらそれはそれで面白そうだなと思ってるので、まあ、別に無理してこの家をね貸さなくてもいいのかなっていうふうにも考え始めていますねはいそしてコロナ渦で自宅で過ごす時間が増え今年は YouTube やライブ配信などの動画コンテンツに 人気が集中、しかしその分動画視聴は有名人でも苦戦する。レッドオーシャンとなった。なんかね、最近ちょっとまあ、そう,あそうなのかなと思って、あの、なんだろう、次長課長って YouTube 始めてたから、そういえば伸びたのかなと思って調べたら、なんか登録者数4万人くらいで全然伸びてないんだよね。だから、ああ、次長課長ってちょっと一回、生活保く不正、あの、親が不正受給して、問題になって、まあ、なんかそういった過去の、 いいやらしい部分が見えちゃうと YouTube ってなんか人気商売だからさまあダメなのかなって感じはしてきますよね一方で、えー、一般人でも好きなことを続けて高収入を得る人が存在する今回は自ら底辺 YouTuber と称してゆるい日常生活を発信するお客様の日常の和宏さんにお話を聞いたと、えー、動画貯金が1000万円になりました「<laughs> あしゅうかんスパ」これが元ネタのページですね で無欲の勝利を体現する音 <laughs> にわかにトレンドとなっている無色系の YouTuber の中で一人気を吐く男いそうなの トレンドなってんの知らないけどさ4年前貯金ゼロで会社を辞めてニートに以来ブログと YouTube で正規を立てていますそう語るのはお客様の日常のチャンネル和宏氏動画では自らを底辺 YouTuber と称してゆるい日常生活を発信猫と戯れや現在暮らしている車の内装を DIY する様子をただただ流しているまあまあそうっちゃそうですね YouTuber 趣味半分仕事半分という感覚ですね過去5回5回ほど転職したのですがいずれも組織の中で働き方に馴染めなかったお金のためにやりたくない仕事はしたくない私自身、まあ 卒業もほとんどないし月6万あれば生活できる、えー、見ている人にもお金をかけずに生きていることを発信したいんですという感じですねまあ、これに関してはまあ、その通りという感じで実はねこのインタビューはだいたいね45分くらいね電話あのズーム会議して話してその内容でいい感じに、えー、書いてくれたという感じですね 定編、えー、無職を受賞する7チャンネル運用で高収益総持論を述べる和たちは実は同チャンネル以外にもガジェットやスマホ紹介など計7つのチャンネル運用している日曜チャンネルは月収2万円ですが今年は全チャンネルとブログを合わせると月収59万円になった月も年収300万円だったサラリーマン時代も大幅に稼げていますねという感じですねまあ実際はこれよりも多い月もあったんですけど、まあ、あんまりなんかネット上でそういったのをペラペラ喋っちゃうとなんか変な間違った印象ね 捉えられちゃう YouTube っていうのはもういい時はすごい伸びて悪い時はすごい下がる。言ってしまえば先月と今月で10倍くらいの収入の差が違いが出るってことも普通にありえるのでまあそのなんかサリアリーマンの生き方しか知らない方はえそういった月がずっと続くのかっていう勘違いする方いるんですけどねそういうわけではないわけですよねだからまあ年収で見るとやっぱ一番分かりやすいのかなと思いますけど年収に関しては、えー、公開。 してたっけしてなかったっけなんかほぼしてたような感じの気もするけどまあ基本的には公開はしてないという感じですね一応貯金だけは公開して前いしましたけどねで一時は iPhone や iPad さらにショベルカーまで購入して物欲を満たしたしかし物を買っても幸福度は上がらないんです高収入である必要はないと実感しましたこれからも底辺ストローライフを突き詰めていきたいですねそうですねなんか僕がなんかあこれやりたい 原動力ととなななるパワーってていいううののはお金じゃなくてもうそのやりたいこと自身なんですよねだからこの収入が上がった時期っていうのは YouTube 自身、まあ、動画を投稿編集して投稿して再生数とか登録者数が上がってなんかコメントもらってっていうその部分がすごい楽しくてやってたっていうだけなのでまあほにゲームを真剣に遊んでたみたいな感覚なんですよね。 その結果として、収入が上がっただけで、じゃ今は、ね、収入って正直はね、この,あの1年前とか2年、まあ、その頑張った時と比べると、まあ、結構下がってるんですけど、まあ、別にじゃあ、下がったから頑張ろうかなってわけではなくて、まあ、違う目標ができたら、また頑張ろうかなと思ってます。まあ、今またね、ちょっと、ね、頑張ろうかなと思う始めてきましたね。 でサラリーマンから見れば、和弘氏のライフスタイルは、底辺並ぶ天国とも思える。まあ、僕はね、今の僕のせこの生活は天国だと思いますのでね、日本全国の人がね僕みたいな生活をすればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、人それぞれその好みというか趣、趣味、趣向が変わりますかなとも言えませんけどね。で和ヒロがおすすめのチャンネルは、滞在天国 TV。これはね、この人すごいですよね。本当に何が何まで全部自分でやっちゃう。まあ、じ全部じゃないというか、まあ、分かんないところは仲間を集めて一緒に手伝ってもらったりするんですけど、それも含めてね、なんかこの人はすごいなと思いますね。 そしてヤフーニュースといえば <laughs>、メインコンテンツ、コメント欄ですよね <laughs>。<laughs> じゃあちょっとね、コメント欄、え、も、見ていきますか <laughs>。いやーね、やっぱね、僕のこういったね、ライフスタイルに憧れて、ああ、素晴らしい僕もこういった生活したいです <laughs> っていうね、翔さんのコメントがね、たくさんあるんじゃないかと、羨ましがるコメントがたくさんあるんじゃないかと思いますね <laughs>。見てみましょう <laughs>。生きるために仕事をするかって価値観なら、生き方なんて人様に多大な迷惑をかけない限り、え、自由なんだし、好きにすればいいと思う。 まあ当たり前ですすよねねね好きにしちゃななんて、ね、言い方ないででから、ね、でもやっぱり怪我や病気の備えや体の自由が効かなくなった時のことも想定してある程度の貯蓄はしておきたいと思ういざとなれば生活保護もあるしとかちょっとね <laughs> あの僕貯金1000万円あるんですけど足りないってことですかね僕30今1歳ですけど貯金1000万あるんですけど足りないってことですかねちょっこに1000万円なりましたって書いてるからで別に僕年老いてるような感じの写真も載せてないからさ この人はどのくらいの優雅な生活を送りたいんでしょうかね ?1000 万で足りないのか。えー、いい車や時計や服や結構見えなんだよね。他の人よりいいものを持ってる優越感でしかない。昔はそこにお金をいっぱいかけてたがバカらしくなりやめた。ああ、それは分かりますね。今は食事は健康や勉強は有効など。贅沢をしないが内面にうん、これはね、分かりますね。これは本当ごもっともな意見だと思います。えー、体のうちに効かなかった時の想定してある程度の躊躇はしておけない。 真っ当で正しい思い思ますかこの考えを捨てなかぎり自由は手に入りませんよ。なぜなら、いか貯金しても不安は消えないからですいや。これね、もう当然なんですよ。普通の人はね、多分ねあのー、こ,れこういう考えっていうのは、徐々に収入が上がってて、僕みたいにドカンと上がったり、ドカンと下がったりって波が激しくないから、初めて手に入れて、あこんないらねえなーみたいな感覚には、あのー、やっとね、60代、50代とかで気づくと思うんですけど、本当ね、うん、いつまでも不安っていうのは消えないですよね。本当に不 不安を消すためには僕の場合は、うん、貯金というか収入ゼロでも生きる能力が手に入れ,入れられたら僕はね不安が本当に消えるんじゃないかなと思って今は頑張ってたりするんですだからそのためのリフォームでもあってリフォームが終わったら次はサバイバル能力を鍛えたいなって思ってますまあそれが僕の人生の目標というかライフスタイルかなってまあなんか思い始めてますねまあちょっと結構前からそうなんじゃないかと思ってるんですけどそれをそうじゃないかって思ってるのをまあ実際に体験して確信に 近づけるっていうのが僕の人生ですねこういう人を見るため年金や保険などの各種保険はとも月6万じゃ払えないこういうね文章を読む能力がない人がねヤフーニュースに、ね、多すぎるっていうのはまずヤフーニュースで書かれてる内容っていうのは全部じゃないんですよ もう全部じゃなくてその、ないのに、そこの内容だけで全部を把握しようとする。世の中の問題というか、あの疑問とか悩みって何で起こるかっていうのは、もうね、昔の偉い人がね、答えてるんですよ。だからこう言ってよった人っていうのは、まずね、本読んでないんですよね。で、その偉い人、問題って何が起こるかっていうと、知識がないから問題が起こるっていうふうにもう言ってるんですよ。 でこの人はね、僕の知識、僕に対しての知識はもう全然なくて、この文面からしか読み取れない内容で、もう勝手な妄想、もうストーリーを展開してて、こうなっていれば僕よりも下なんだろうなっていう、もう自分が上に立ちたい、もう見下すような視点でしか物事見られない、とてもかわいそうな人間ってことですね。えー、まず年金払ってますし、保険も払ってます、各所、保険は、まあ、別にその僕1人だから、火災んん違うなんか生命保険とかは入ってないですけど、最低限の保険は入ってます。 で月6万じゃないですけど、この月6万、最低限月6万っていうふうに言ってるだけで。 月6万あれば生活できるっていうのは最低限のお話で月6万あれば全部の支払いも完璧に払えますっていう話じゃないんですけど一応こういった各所見っていうのは年収によってあの控除というか支払い額減額されますから6万ででも全部払えるんですよね年金に関してはもう全額免除だっけなほぼ全額免除されますし保険に関してもかなり安く1ヶ月いくらだろうね1,000円くらいで多分払えるからこの人っていうのは本当にもうめちゃくちゃ知識がないんですよね。 はい生活保護は働きたくても働けない人への支援であってこの仕事は合わないみたいなわがままな対象外であってほしい僕生活保護受けるなんてさ一言も言ってないですよ生活保護言ってないよね言ってないよだからね妄想 <laughs> 病気ですね妄想癖が持ってる病気なので早く病院でくださいこの人え別にこの人は生活保護受けてないじゃん何でもらうかのような話になってるの <laughs> ねその通りだよこれ <laughs> その通りでこの人にグッと押してる人があのめちゃくちゃ割合が多いっていうのもこの Yahoo ニュースの、うん、ちょっと底辺感というか文章を読めない人の割合の方が多いっていうのが本当に、うん、やばいなっていう話なのでまあ正直まあこの動画を見てるようなね人は。 僕の動画を見てるような人はヤフーニュース見ない、ヤ、まあ、フーニュース見てもコメント欄を見て真面目に真に受けている人もいないと思います。そしてね、この人はね、ちょっとまあ、こういう風になってるのって、まあ、当たり前のこと書いてるんですけど、まあ、本当の正解は関わらないっていうのが正解なんですよ。この人はね、残念ながらね、ここに関わっちゃってるので、あのー、ちょっとね、今後はね、コメント欄にも書かないで、あ、こういう世界もあるんだなと思って、スッとね、スッと下がる <laughs>。 いや僕が関わってんじゃんっていうのは、まあ、僕はね、今回ニュースに取り上げてもらったので関わってるだけで、もうここ、今回以外は僕、Yahoo ニュース一切見ませんし、コメント欄も全然、まあ、ネタにするとき以外は見ないので、まあ、正直ね、Yahoo ニュースって見る価値ない、これ,これ言っちゃダメ、Yahoo ニュースのコメント欄は見る価値ないので、あのー、ぜひってねあの、見ないっていうのが一番の正解ですね。で、個人でここまでやれる。 ているなら、生活保護に受ける必要はない。うん、そうですね。物欲もなければ、贅沢をするつもりはない。そういう人間は破綻しないだろうし、その他人に依存したくないから、この。まあ、その通りなんですよ。で、僕はもう生活保護を受ける。 前提ですやってるんじゃなくて受けなくても収入がゼロになっても生きるためのスキルと環境を整えようとしてるわけですよねだからこの家を買ったっていうのもあのランニングコスト、まあ、家,賃し家賃だったら毎月お金かかるから買っちゃって固定資産税だけそして固定資産税だけ払えば一応住むとこが確保されるみたいな状態をつ作りたいっていう感じで今のここを買ったわけですよで言ってしまえばね僕の今のこの家って今、まあ、車に座ら パネルあるからそれを下ろして、この家に取り付けてしまえば、電気はね、一応賄えるですよね。で、水道に関しては、一応、井戸はあるけど、まあ、井戸も、まあ、一応、スーパーあるから、スーパーで水は持ってくるけど、ちょっと遠いね。うん、でも、まあ,あ、井戸もあるから、一応、飲み水にするにはちょっときついけど、上流、上流じゃ、まあ、上流すれば使えるか。あと、雨水もね、割と屋根が広いので、雨水も貯めようと思えば、貯められるって感じで、まあ、意外と、うん、完全にライフラインストップしても、死なない。 ようにはできるかなと思いま,す、ね、まあまだその今すぐ止められたら困りますけど月6万で死ぬことはないと言ってるだけで、えー、保険料を払ってないとは言ってません。 その通りあと生活保護をもらうもらわないその人の自由で起こる意味がわからない、えー、学に関係なく税金払ってますよねまあそうですよ別にね税金っていうのは消費税とかありますからねいろいろで生活保護をもらうもらわないっていうのは国民の権利で最近,最近ちゃんと国もね、えー、ちゃんともらってくださいねって言ってますから勝手にもらうなっていうのはね、まあ、ちょっとその日本に住まない方がいいんじゃないかなって <laughs> 思いますよね、えー、年金は現代 せがで収めて高齢者が受注する制度貯金だと思わない方がいいよその辺の一般人よりはこの人の方がサバイバル能力高いしチャンネル複数によってそんな簡単じゃないから年取ってからでも仕事を探すくらいできるでしょうまあその通りですねうん結構僕はどちらかというとその辺の人よりは、まあ、健康管理も気をつけててまあ筋トレもちょっとだけね毎日にちゃんと続けるようにしてますのでまあじゃあ今 YouTube の収入がゼロになったらどうするかって言われると別にコンビニで働くこともできるし道路整備の仕事だってできますし別にね まあ仕事なんて周り農家あるからじゃあじゃあ農家のアルバイト行けばあの収入はねちょっと入りますからまあ道頓りでもなるんですよねただ僕はそういった生活がしたくないから違う YouTube とかネット上で活動してるだけでまあ,やまあ最悪を想定したらそこで働けばいいよって考えて生きてますから別にどうとでもなるんですよねうんその通りね電気制度節約して まあ普通にね生活できますよで僕の場合は原付きもあるから、まあ、最低限あのじゃあガソリン代も節約したいってなったら原付きで移動すればいい。で最悪車も売っちゃえれば、まあ、原付きの方が安いですからね。まあ、でも、まあ、物は運ぶとかっていうところを考えると原付きだけで生活するよりは車持って原付きを手放した方がまあ僕はいいかなっていう感じですね。まあ、どっちかっていうとあれかな原付きは北海道は車置いといて原付きは千葉に置いといて、まあ、北海道の時は車、まあ、逆かな北海道で一通り あのリフォーム終わったらもう重たい荷物運ぶ時はあまりないから原付を北海道行って車を千葉に置いとく、まあ、そういった生活でもいいのかもしれませんね生活保護の名のもとに働かないのはいただけないだから <laughs> 言ってないってねそんなこと、うん、嫌なことをしたくないから YouTuber 日本国民の大多数が YouTuber だったらどうなるのか <laughs> えー、じゃあ日本全国がさコンビニ店に <laughs> 員,員になったらどうなんの、ね、日本全員がさ国会議員になったらどうすんのね日本全員がさ社長になったらどうなんの <laughs> 日本全員がさね農家になったらさじゃあ電気をさ供給する人いなくなるじゃん <laughs> この人はさ本当に頭が悪いよなねいやこういったコメントがね本当に多い。 無職系 YouTuber の立ち位置は実際には個人事業主と同じで振り込まれたお金が収入となり、必要な機器、通信費、資材、まあいろいろね、かかりますと、確定申告かかります。稼政を YouTuber、人気を裏付けした才能、努力しては確かで、重要視しない人が考えたらるよう容易な収入には得られない、えー。しかも収入が不安定で、将来性も不透明と、決して楽な仕事ではないことは確か。しっかり好きなことをやってるから。うん。まあそういうことですね。で、ここで、あの僕はね、まあ感じ方の問題で僕は違うと思うのは、 え、収入が不安定っていうのはあってんだけど、将来性も不透明っていうのは、え、これは間違ってると思います。例えば、普通のサラリーマンで働いた時って、僕はね、必要とか生きるための知識、技術、知識っていうのはつかないと思うんですよね。例えば、その会社で、ま、10年、20年働いた時にリストラされた場合ってさ、えー、何の、 その次に生かせる手に職をつけるようなあの技術をつけてる場合もあるんだけど普通のサラリーマンってなないいじゃないですか少なくとも僕のお父さんは仕事の知識を違う仕事に生かせるかって言ったらまあ,まあうちのお父さんもう退,退職したから関係ないんだけどうーなかなかねじゃあ例えば普通のなんかね一般的なジムのね仕事やってる人がじゃあそのジムの仕事を生かして次のまあ別に全く生かせないわけじゃないけどさそれするなら。 じゃあその不透明さを回避する可能性っていうのは YouTuber とかやってた方が応用力つきますよねだから方向性は違うにしても別に YouTuber の方が不透明将来性が不透明っていうことにはならないと思うんですよね僕の場合はそ YouTuber を通してこのリフォーム技術もつけてますし動画編集技術とかあと何かいろんな問題が起こった時の対処法とかいろんなあの予期せぬことが起こるわけですそれに対応する能力がつくので僕の方が将来性不透明とん 透明不透明ではないと思うんですけどね。うん、であの楽ではないって書いてあるんだけど僕にとってはねサラリーマンの生き方の方が苦痛なんですよ精神的に。作業内容は楽なんど、かもしれないけどそういった将来に何の 技術力もつかない仕事をただ単に時間を浪費してお金をもらう作業っていうのが僕にとってはあの将来が不透明だから苦痛なんですよ。えー、なんでこんなことをずっと奴隷のようにやらなきゃいけゃばいけないのかっていうのは肉体的というよりは精神的にすごい苦痛で本当に吐き気もしてくるしもう頭が痛くなってくるしなんでこれ僕はこんな無駄なことをずっとし続けるんだこれが僕の将来10年後20年後何のえ能力がえこれ生かされるのかっていうのを。 僕の人生はこの会社に働いて時間を払って給料をもらってっていうのに費やして死ぬのかっていう考えると本当全めちゃくちゃ苦痛なんですよねだから僕にとっては精神的には普通の会社で働いた方が苦痛今の生活の方が楽なんですよねだから楽か苦痛かって本当人それぞれの感じ方次第なのでこっちの方が楽とかこっちの方が苦痛とかっていう考えを決めつけるのとはちょっとねあの変かなと思いますねまあ別にそれが普通なのかなとは、まあ、この人の言ってることはすごい。 理解できますしただ僕は違いますすよっていうお話ですね、えー、いわゆるコンテンツ系には行りスタリがあり流行っている時にこれで食っていけると思っているとスタリした時にそのコンテンツでいくら頑張っても収入はやられなくなるので早めにコンテンツを探して乗り換える先が必要だと思いますね。そうですねだから本当に僕の場合はねもう本当常に、ね、早すぎるので僕の場合はねこれをね早く考えすぎててめちゃくちゃ好調な時に違うことをねやりすぎて好調な <laughs> 部分が落ちるっていうところがね結構ね 結構昔からあるんですよでもね、僕の性格上ね、そういう性格だから、まあ、目移りしちゃうというか、いろんなことやりたいなって同時に思っちゃって、本当に1つのことに注力した方がいいんだけど、結,構結局にいろいろやっちゃうっていうことがあるんですけど、まあ、別に僕の目的は収入を最大限に上げるってことじゃなくて、まあ、楽しい人生を送るってのが僕の目的なので、まあ、別にそれでいいのかなと思います。そんな感じですね、いろいろたくさんあるんですけど、これ全部読んでたら気にないので、こんな感じで終わろうと思います。はいってことで、僕が言いたいのは、Yahoo! ニュースっていうのは別にね、ニュース取り上げられて、 てていいただいてありがたいですし、別に Yahoo ニュース見る分にはただのニュースなのでいいと思うんですけど、Yahoo ニュースとかまあコメント欄別に Yahoo ニュースじゃなくても、なんかツイッターも結構似たような感じですよね。ツイッターのなんかポップニュースのさ、なんか本当悪口というか、ネガティブな発言ばっかりしてる人っていますよね。で、ネガティブな発言を見すぎると、自分自身もネガティブになって、引っ張られるんですよね。別にに自分ががそそそううう思いいいたたたくなくなててても頭ののの中中っっっっイメージが残ってしまって日頃の考えの中でそういったネガティブな 起きる上で不要なまあ、無駄な考えっていうのが引っ張られてしまうのでこういった部分は本当に見ない触らない、えーうん、んん関係を持たないっていうのが一番いいと思いますはいそんな感じで今回の動画は終わろうと思いますはい、ヤフーニュースの取り上げていただいてありがとうございます